私の作品の特徴、自分で思っていくんですけど、まあ、主題っていうものがあるんですが、それは例えば竜だとか、人物であれば、侍だとか、恋、ホラー、まあ、メインキャラクターになるものを主題って呼ぶんですけども、主題になるものを大胆に、体のサイズに、綺麗に合わせるように、大胆な構図を取るようにしています。そして、人物などであれば、その人物が着ている着物だとか、そういった細かい部分のディティールに関しては、逆に大胆さよりも繊細さを持たせるようにして、その大胆さと繊細さの融合ということを、強く意識して仕事をしています。どういう感じで全く影響がないということは絶対にないです、私たちの日本の彫り師の先輩が、からの作品をから必ずインスパイアはされておりますが、その上で自分なりのやはり考え方、理論でそういう作品作りが、絶対にいいと、考えになりました。分かりやすいことは、日本の昔の浮世絵ですね。まずは、そういったたくさんありますよね。そういう浮世絵を見ているときにヒントをもらうってことは多いです、いいですか、あとはですね、やっぱり日本のお寺などの仏像だとか、そこにある装飾ですね、飾りのパターンなどを見ているときに入れ墨に取り入れられるものがあるっていうふうに、そのインスパイアというか、ヒントを使えそうなものをやっぱり自然と探しているってあります、ですが、一番自分がいいと思う答えはですね、やはり自分で自分の100点満点をつけられる仕事っていうのはやりたいんですけどできません。だからやはりネクストフューチャーの作品というのは少しカッコつけすぎかもしれないですけども、まあ、そういう答えざるを得ないかなと思います。ほとんどの真摯に仕事している堀氏の思いは同じじゃないかなと僕は思っています、たくさんありますけど、簡潔にいきます、まずはもちろん自分が日本人だっていうことは非常に大きいですね、当たり前なんですけども、それとですね、自分が、堀氏という仕事を選んだ理由としても、一生を通じて、続けられる仕事、若い時から年を取っても、ずっと探求していける仕事っていうふうに思ってこの仕事を選びましたから、その中でもさらに和彫りっていうスタイルは、その価値がありますし、一生かけて追求できるスタイルだと思っています。問題にもいろいろ多分種類があると思いますから、すぐに解決できる問題もあるでしょうけども、ずっと長い時間をかけて解決していくしかないなと思うことも実際にはありますので、そういうことに関しては焦らずに、時間とともに自分の気持ち、マインドも変わったり成長していくところはあると思いますから、それを待っていく行こうと思っているところもあります。入れ墨と全然関係ないしですね、まあ、絵を描くのも好きですけど、それも仕事に近いですから、それ以外だと、自分は音楽も好きですから、若い時から、音楽ね、バンドやっていたんですね、だから最近でも息抜きに、ギターを演奏したり、そういう音楽で息抜きをしたりします。まず一番大きい目標としては、入れ墨師として
あのよりあのそうですね、良い作品を作る技術を向上していくことが、まあ、もうそれが一番の目標なんですけれども、あのここの5年間ぐらいの間は今までやっていなかった入れ墨の下絵とは別の絵画を描くということをあの精力的にやるようになりました。そうですね、入れ墨の、今までは入れ墨のために絵を描いてきたんですけれども、あえて入れ墨とはあの別のアプローチで絵を描いておりまして、その作品を今少しずつあの描き溜めておりますから、これからも時間をかけてあの入れ墨の仕事の、まあ、空いてる時間で、絵画の作品にも力を入れたいなと思います。